さあさあ、皆様お待たせをいたしましたね、先ほどのメイドさんではないですよね、はい、そうなんです。実はすごい方をね、今日大阪の方からお招きしておりますが、ハードルが上がったよ。大阪からですよ。はい、大丈夫ですか、準備は。大丈夫です、はい、OK でございます。素晴らしいね、先ほどからもうね、その衣装はもう着て出ちゃってましたからね。そうなんですよ。もう本当はここであのドカーンと驚かせたかったんですけど、ね、うちのマネージャーの指示ですね、これで来いと今日は。まあまあまあ、どこにマネージャーさん行っちゃったんでしょうね。もう飯食ってますからね、後ろで。ああ、食べてないですね。あ、まだですね。はい、そういうことで、まあ、ちょっと軽くですね、ご紹介をさせていただきますと、二十歳より、二十歳からですか、はい、フラそうです。ハワイアンミュージックを学び、現在はウクレレ講師も務める。お恥ずかしながら、はい、ね、すごいですね。もっとハードルがどんどん上がるよ、今日は。のぞみさんでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、ね、続きまして、高木ブーさんもウクレレやってますよね。そうですね、はい、僕 の、 あのそっくりさん仲間で、あの、はい、ミスターブーっていうのがいるんですけど、それはあの名古屋ですから何の関係もないんですけどね。一応ちょっと細かい情報で入れとこうかな。ありがとうございます。ちなみにうちのマネージャーはミスブーと呼ばれております。さあ、そこは聞き流しといた方がいい。ちょっと反応に困り始める。すぐ寝るんですよ。すぐ寝るんですよ。いいですね、どこでも寝る。もうマネージャー、そうなんですよ。そうなんですか。ちょっといいですか、はい、この間ね、北海道にあの出張行った時にね、うん、出張って言うんだ、出張はい、はい、営業、営業、はいはいはい、こらこら、はい、行った時に、うん、まあ、翌日フリーだったので飛行機までの時間に、うん、白い恋人博物館に行ったんですよ、うん、工場見学に、うん、でセクションセクションにね、こう、うん、見るポイントっていうのがもちろんありますので、うん、皆さん立ち止まって見るんですけれども、はいはい、それ後ろにだいたいベンチあるでしょ、うん、あるとこするとか、うんうんうん、で、まあ3分ぐらい見てパッて見たら後ろで寝てはるんですね、うん、そうなんです。あー、まあ、で置いていかれへんから起こすでしょ、うん、で次のセクション行ったらパッてまた寝てはるんです。それから高木さんって呼ばせていただいてるんです。あー、ブーさん、敬愛を込めて。あー、素敵、ブーさん。まあちょっとミニ情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいですね。もうね、どこでも寝ちゃうんですね。どこでも。あー、もうそれ初めて聞きました、今日。当たり前ですよね。起きてる大丈夫ですか。はい、そういうことで、のぞみさんの後はですね、ミュージカルや、ミュージカルはいや演劇の世界から転身、世界のエマです。すごい。ベースをご担当されてます、はい、エマさんでございます。よろしくお願いします、はい、えらい予想行きやすい、演劇やったんですか。そうなんです。主婦もやりながら。いや、もう結婚前です。ああ、そうですか。じゃあもうね、演劇にかけてはもうたけて、いや、歌のお姉さんを長いことしてた。あ、歌のお姉さんやってたんですか。どちらで。はい、大阪の新地かなんかで歌のお姉さん。新地でね、はい、まあ、働いておりましたけど。いや、そんなことはないんでしょうけど。あ、じゃあ歌も、はい、もうね、先ほどから僕もリハーサルからね、はい、拝見してましたけど、まあ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 綺麗ですよ。またまたそうやってハードル上げはるから、もう本当にね、俺が歌いたいぐらいなんですけど歌えません。本当にね。さあさあ、はい、そういうことで、2006年より、うん、うん、あ、違うな、これ違う。エマさんの後は、これファルセットボイス、はい、まあまあ、陽子さんね、もうそうは見えなかったですけどね。先ほどはね、もうけなげにこう運んでいただいてるから、はい、召使いです。私はもう二人のなんでやねん、いつもいじめられて、いじめられてね、長い尺短く、はい、あ、姉さんにいじめられてると。なんでやねん、あ、そうですよね、はい、そうですよ。あれでもね、陽子さんでございます。陽子さん、よろしくお願いします。なんか申し訳ないですね、なんか MC がね、罵声のキャバクラみたいになっちゃってね。本当に藤沢はもうハワイアンとね、いうもう素敵な、バンドさんでございましてですね、2009年にデビューされて、はい、うん、で、今に至ってですね、アルバムは何枚ぐらい、ちなみに。今2枚ね、出させていただいております、はいはい、細々と。あ、それは、いや、細々じゃないですよ、2枚出せればね。俺なんか1曲もないですよ、もう偽物だから。本当に今何時ですか。そうね、大体もういいから、それは。もうさっき終わったでしょ、それっていうことなんですが。そうですか、2枚も出されてて、それはあの、なんですか、そういうあの街のレコード屋さん行ったりすると
買えるわけです。町のレコード屋さんで1枚ぐらい置いとります、うん、はい、1枚ぐらい置いて、あの大阪の方ではタワーレコードさんとか、はい、タワーレコードさん、あとは、HMV さん、 HMV 当てる、うん、横文字当てる、まあなんとなく当てる、そうなんですね、うん、まあ、こちらの方ではですね、 ありがとうございます、はい、もう、はいはい、いつも用意していただいて本当に、なので、あとはね、あの、注文していただいたら家まで持ってきますからね、うん、はい、買っていただけますので、よろしくお願いします。なんか Amazon とかでこう買えるわけですか？ Amazon もあります、ね、はい、通販でも何でも、はい、こう青竹サンゴで検索するとなんか出てくるんですか、はい、そーっと出てきますんで、そーっと出てくる、よろしくお願いします。ほんと俺、あの、みたらし団子ってさっき覚えちゃってね、誰がみたらし団子なんですか？青竹サンゴ、みたらし団子似てないですか？まあ、微妙な笑いだからね、ちょっとさっきせっかくあっちで考えちゃうさ、まあどうでもいいんですけど、そうですか、2枚、ね、出していただいて、また素敵な演奏を今日はね、はい、していただけるということで、はいはい、皆さんもね、ビールを飲みながら、お食事もされながら、もうお食事終わってる方はね、あのビール飲んでこうちょっとハワイのこう、雰囲気をね、味わっていただければと思います。で、今日はね、なんと、関東初のライブということで、そうなんです、ね、青竹さんご3人で来させていただくのが初めてです。はいはいはい、そうなんです、なので今日は頑張りたいと思います、うん、はい、はい、まあ海近いですからね、はい、ここから近いですよね、海、近いっちゃ近いけど、まあ、バスで15分20分かかるんですけど、うん、はい、もうあっち側が海ですから、湘南でございますから、うん、ぜひ今日は湘南ですか。さあ、それでは青竹さんごさんの3人の演奏です。皆様改めまして、こんばんは、青竹さんごでございます。今日は、先ほどご紹介していただきましたけれども、はい、関東初ライブということでですね、楽しみに参りました。どうぞよろしくお願いいたします。Yeah.
改めまして青竹さんごでございます。今日はですね、なんと、こちらフラハワイさんでライブをさせていただくということで ね、なんとなんと、はい、セリカさんとご一緒させていただいて、びっくりしました。クッキングショー、私実は生で見た初めてなんですよ。ですね、そう、しかもですね、ちょっと寄せていただいて、寄せていただいて本当にありがたいなと思うんですけども、皆さんパンケーキいかがでしたか。美味しいですか。今も食べていただいてますね。私たちはね、お仕事が終わるまでお預けやからね、まだ食べれてないんですけども、さあ、私たち青竹さんご皆様、高いところから今日は失礼いたします。皆様すいません、上から見下ろしているようで申し訳ないんですけども、さあ私たちですね、先ほどご紹介いただきましたけれども、かれこれハワイアン芸人になって、ハワイアン芸人マッシュぐらいからね、8年目なんでございますけれども、ちょうどですね、エマちゃん、彼女がエマちゃんなんですけども、エマちゃんと最初に出会って、バンドを組むことになって、でその後、陽子ちゃんに出会って、陽子ちゃんを無理やりスカウトして入ってもらうということなんですけども、まあね、8年間やってまいりましたけれども、こうやってなんとこちらシャレオツな街で、シャレオツね、そうなんですよ、大阪からしたらね、今日もちょっとお昼のライブで言っていたんですけども、こちらのエリアというのは非常におしゃれな街なんです、だって湘南に行ったことがないんですよ、湘南です。そうなんですよ、いつもね、なんかテレビとかで見たりとか、そう桑田佳祐さんがね、車のナンバーがだからおしゃれなんですよ。おしゃれ、湘南ナンバー、湘南ナンバーって書いてるだけでもドキドキしちゃう、私の車なんて何はナンバーですか。えらいベタベタですけどね。何はナンバーです。そうなんですよ、なのでですね、今日は、こちらまで来させていただきまして、まさかね、こんな日が来ると思いませんでした。嬉しいね、本当に嬉しいんですよ、ありがとうございます。そうなんです、8年前にバンドを結成しまして、ハワイアンバンドでございますけれども、もちろんハワイアンレストランとか、あとはね、いろんなとこ行きましたね、動物園でやったり、やりましたね、あとはね、なんかスナックみたいなところでやったりとか、なんかバーカウンターに張り付いてやったりとかで、あとはなんか居酒屋さんの畳の上でやったりとか、いろんなところでね、やりましたけれども、こんな立派なところでやらせていただいてね、嬉しい限りでございます。さあ、先ほどですね、ご紹介いただきました CD を、2枚目の CD を昨年の12月に発売いたしまして、最初に歌わせていただいた、ホノルル How Do You Do、 そしてレインリーリーと、入れさせていただいてるんですが、さっき言われた、ホノルル How Do You Do ってさ、高木ブーさんがいつもオープニングにやる曲なんですって、そう、でそれをちょっと真似っこパクらせていただきまして、で、ちょっとね、入れさせていただいたんですけれども、私たちの、バンド名青竹さんご、なんか私のなんか演説会みたいになってる選挙か、乗ろか、大丈夫そうなんです。青竹さんごの青はね、ブルーハワイという歌がございまして、その青を取らせていただきました。で、青竹さんごの竹は、リトルバンブーブリッジという小さな竹の橋という歌がございますので、その竹を取らせていただいて、そして、ビヨンドザリーフの、3号ですね、頭文字に取らさせていただいて青竹さんごということで、いろんな世代の方とご一緒にできたらいいなということでバンド名にさせていただいたんですが、嬉しいね、本当にね、嬉しいです。こんなふざけた格好してますけれども嬉しいですよ、もうひとしおでございます。今日はこの嬉しい気持ちでもう終わろうか。さあ、続いてですね、アルバムにも入れさせていただいております、ワイキキという曲をお届けしたいと思います。さあ、ワイキキなんですけれども、もちろんね、こちらの、お店に来ていただいているお客様はですね、ハワイ通の方たくさんいらっしゃいます、そう、パンケーキもね、ワイキキエリアでどこが好き？パンケーキのお店、パンケーキね、お店ね、主婦やから自分で作るんや。私は薄力粉使われへんけどね。あそこ、アイホップ好きよね。アイホップもいいね。あそこ、あそこってどこよ。ほら、あれでそれでこれかいね。ほら、カイルアのさ、ブーツ&キモス行ったんや、行った。こんなんやで、こんなんやでこんなんやでって分かれへんから顔ぐらい大きいんですよ。そう、美味しかったですか。美味しかったですよ。ヨコちゃんは、ヨコちゃんもね、ブーツ&キモツしか行ったことないんです。そうそう、箱入り娘だから、いや、エマちゃんと行ったから。ヨコちゃんお金持ちなんですよ。そんなことないですよ、ご両親がね、共に開業医なんですよ。そんなこと大きい声になっといて。お金持ちなんです。
こう名医者さんと放射線の病院をね、おのおのされてるんですね。何の話ね、お父さんお母さんがね。そうなんですね。さあそして、お話は戻りますけれども、はい、ワイキキそこはね、私たちいつもあの旅行というか、うん、旅先の、まあはい、お宿として行ったりとか、あとはエンターテインメントが盛んでございますので、うん、美味しいものを食べながらハワイアンライブを見たりとかね、うん、させていただいてるんですけれども、うん、そのワイキキが自分のふるさとである作者が作った曲なんです、その遠く離れてしまったハワイメインランドから思いを乗せてこの曲を作ったと言われております、うん、ワイキキ。Just like a dog, it's a feeling. Right.
さっきですね、MC のしていただいて、よう絡んでいただいてありがとうございました。未だかつてないぐらいよういじっていただいて、はい、めちゃ嬉しかったですね。うん、なんかパイナップルプリンセス、昔ですね、うん、私の母も言うとりましたけれども、うん、言うとりました。言うとりました。言うとりましたけれども、昔日本語で歌われて、うん、すごくヒットしたので知ってるよということでですね、うん、先ほどもああこの曲入れてるんやって言っていただいて、うん、さあ今日はですね、皆さん、うん、ハワイアンフラーされてます？今日はせっかくなんで、ポスターを今日来て見せていただいたらメレフラって書いてたね、うん、はい、ハワイアンメレフラライブで書いとったからですね、はい、踊れる方がいたらぜひ踊っていただきたいんですけども、うん、誰か踊りませんか？踊りますか？ありがとうございます。どうぞどうぞ。うん、何踊る？ビューティーアオマノアリクエストいただきましてありがとうございました。マノア私も大好きなところです。オアフ島に、行きますとですね、ワイキキから山の方を見ていただくとね、うん、美しいマノアの地区がございまして、よう雨が降るんです、はい、なので私よくトレッキングを断念するんですけれども、うん、なのでよく虹がかかるんですね。雨が多いから緑が豊かだし、虹がかかる美しい場所、はい、いつもですねそのトレッキングコースをですね、ビーチサンダルと半パンで駆け上がっているんですが、うん、はい、そんな美しいマノア歌われております。リクエストいただきましてありがとうございます。カビューティーアオマノア、
ました。さあ、他にもしあったら考えておいてください。私たちやらせて、失礼いたしました。できる曲はやらさせていただきますので。さあ、私たちですね、先ほど、お話しした通り、2枚目のアルバムを作ったんですが、はい、その時にね、ちょっとトラディショナルの曲も入れようよということで、うん、ちょっとパパリナラヒラヒという曲を入れさせていただいたんですね、うん、さあ、この曲ちょっとね、アレンジさせていただきまして、あ、優しい笑顔が踊る本当にありがとうございます。いや、嬉しいわ。かっこいい。何か出てきた。ありがとうございます。パパリナ、カメナマンです。カメナマン。そう、この間ですね、あのCD ができた時に一方的に送りつけまして、あの、まあまあまあ、ご迷惑だったら、はい、鍋敷きにしていただいたり、からそよけにしていただいたりしたらいいかなと思って一方的に送りつけましたら、じゃあね、お礼に CD 送っていただいて。そうなんです、ありがとうございます。本当にブツブツ交換みたいになってしまいまして、わらしべ長者みたいにうちの方がええもん思ったんですけども、ありがとうございました。それでは今日はいい日だね、うん、踊っていただけるそうなんです。パパリナラヒラヒ。ええ匂いした。さあ、せ
っかく、せっかくというか、あの、うん、まあ、勝手なせっかくなんですけども大阪からやってまいりまして、うん、こんなに機会はございませんので、ぜひ皆様と一緒ご一緒できたらいいなと思っております、うん、あの途中でも叫んでいただいたら、うん、何でもやらさせていただきますんで、もしフラガールの方いらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひジョイントしていただければと思います。ちょっとね、今日ウクレレの調子がね、すいませんね。この間ですね、夏場にちょっとあの野外のお仕事があって、ちょっと雨に濡れたんですよ、うん、そして、1ヶ月ぐらい経ったら朝ね、うん、朝パッてウクレレ見たらここがブリンって飛んでいってて、出たブリ出た出た出た今日旬やからちょっと使いたかったんです。そうなんですよ、ちょっとね、うん、よいしょよいしょ、ちょっと待ってね、エマちゃん、なんか面白い話してよ。いやちょっとねハードル上がるわ。やろせやろせやろやめてやめて、も面白いとか関西人が面白いとかっていうのはね、迷信です。迷信ね、まあまあなんか爆裂よね、いつもいつも言われてますよ、信じられへんって。そうなんですよ、私たちもちろん大阪生まれ大阪育ちなんですけれども、うん、まあ、顔がテカテカしてきちゃった。私もね、爆裂、爆裂姉ちゃん、爆裂お姉ちゃんってよう言われてるんです。で、まあ、子供がいるんで、子供いるときは爆裂お母ちゃんって言われるんですけど、この人すごいんですよ、まあ、お子さんいらっしゃるんですけどね、お酒好きなんです。おんぶ、何おんぶひもで、抱っこひもで子供をおんぶして主人と立ち飲み屋に行きます。すごいでしょ爆裂すぎるでしょ。肩ね、右から入ってね、そう交代交代でよう飲んで入りますけど、そう10分交代で、重いからね。ほんまです、これほんまなんですよ、うん、まあ陽子ちゃんはね、打って変わって、なんか素敵なお母さんなんですよ、こけしちゃんみたいだけどね。こけしってひどいね、こう 和の美しさね。今日来るね、いつもあの喋らない美しさや言うて喋りはれへんのに、喋らない方が可愛いでしょ。痛々しいね今日もでもね、まあ、うん、最初ですね、私と今はまあもともとよう喋るんですよ、うん、まあ、控え室にいる方がさらに喋るんですよ、ね、喋るんですけども、陽子ちゃんがあんまりお話しされないので、うん、どうなん陽子ちゃん、ギャラ一緒やで、ちゃんと喋りや言うて、まあまあそれ冗談なんですけど、まあ、言うてまして、そして二人で相談したんです、うん、その昔、うん、生かすも殺すも私ら次第から頑張ろうな言うて、上手にいじって、陽子ちゃんをいかにいじるかということを心がけて日々暮らしておりますね、はい、エマちゃんね、のんちゃん好き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 、私たち本当に仲いいんですよ。ちょっとねライブもしないと苦情聞きますけれども、もちろんね、まあ、ハワイアンの皆様はですね、うん、ご家族とかお友達とかとっても大事にされると思うんですけども、うん、休みの日も一緒にいますからね、はい、週に2回はエマちゃん家に私泊まってますから、陽子、うん、ちゃんちょっとお家が遠いのでね、うん、あれなんですけれども、だいたい週に2回は泥酔してエマちゃん家で目が覚めるというような日々を暮らしておりますけれども、まあね、仲良させていただいてますので、うん、ありがとうエマちゃん、ありがとうのんちゃん、ありがとうヨウちゃん、ありがとうのんちゃん、ありがとう青竹さんご、今年のテーマは感謝です。怒られる高木ブーさんに怒られる、後ろの寝てるで、寝てはるから、あ起きてたさあ、私たちが大好きな曲をですね、アルバムに入れさせていただいたんですが、大体ね、曲決めるときに、何やりたい、うん、何好きとかいうお話し合いをしながら、うん、まあちょっとね、うん、調整するんですけれども、はい、クーイッポイカヘイプエオーネという曲をお届けいたします。さあ、この曲、プリンセスリケリケというプリンセスが作った歌なんですけれども、うん、まあ、いろんな諸説ございます、うん、今日はハワイアンフリークの方ばっかりなのでこうだとは言いません、はい、逃げの体勢ですはいはい、はい、勉強不足だったらドキドキするので、うん、さあ、その彼女リケリケさん、リケリケさんね、リケリケ姉さん、今日ラウラ兄さん来てはるから、ね、せ、ラウラ兄さん来てはるからもうドキドキするわほんまに、もうだからちょっとララ演奏少なめでいこうか言うてね、控室で言うてたんですけど、私は先月ラウラ兄さんに泥酔した姿を見られております。先月ですね、大阪でね、実はナーレオナヘナヘというイベントをしてたんです、うん、どういうイベントかっていうと、ハワイアンのミュージシャンがたくさん集まって、うん、皆さんでディナーショーを交代交代しようと、はい、私らの持ち時間は10分、もちろんこの衣装で、そこの衣装でね、10分で覚えてもらおうと、オープニングアクトをさせていただきまして、うん、ありがとうございます。頑張ってるでしょ、もう無理してるんです違うから、いやいやいや、一番無理してる年齢やからね。今じゃいくつやったっけ今年36です。陽子ちゃんいくつやったっけ。33です。私1人20代28なんですけど、私が一番年上によう見られるんです、うん、独身やないな。そう、独身やし、生活感ある、うん、年上に見られる、うん、
子供いてるとか言われるね。そう、子供ね、よういてるって言われる、5人ぐらいってよう言われるんです。で、その昔ですね、もちろんハワイアンのお仕事する前、まあ一般人でございましたので、うん、今も一般人ですけどね、うん、パン屋さんで働いてたんです。可愛いでしょ、うん、朝の4時から働いてたんです、うん、で、まあ学校行って、まだちょっと違うアルバイト行って、そうそうそう、で、またパン屋さんのバイトに行ってたんですけども、うん、なんか苦学生みたいな、まあまあ苦学生だったんですけどね、うん、で、その時に朝大体働いてるとですね、ご近所のお客様と仲良くなるんですね、うん、おじ様とかおば様とかお姉様とか、うん、大体偉いね、朝から働いて、まあそこはそうでしょとか言ってるんですけども、うん、お子さん今どうしてはんの、一人で留守番してはんの、そうそうそう、学校どうしてんの、そうそうそう、一人で行ってんの、大体言われるんです。どうするよ、なんかかわいそうな気持ちになってるやん、みんな婚活中やのに、婚活 .com、うん、ありがとうございます、本当に好きです自分だけ好感度上げてから、せやろせやろ、好感度上げて、うん、だから要はね、イベントの時もね、その辺とかね、うん、お掃除とか要するんです、人目に触れる時も、そうそうそう、やらしいんです、やらしいでしょ、ね、でどっかで聞いた話じゃない、まあまあまあさあ、そのちょっとお話戻りますけれども、うん、リケリケ姉さんでございます。リケリケ姉さん、さあ、彼女はですね、大好きな人がいたんですね、うん、でもそれは諸外国、まあ外国の方からいらっしゃってた方なので、うん、当然別れる日がやってまいりまして、うん、でもね、もちろん嫌い同士で別れたわけじゃないね、うん、そこが味噌やねん、人生の味噌な、味噌やねん、うん、せやねんせやねん、でですね、まあ彼女が2人でね過ごして、うん、例えば砂浜を散歩した時の、はい、足跡が今もあなたを思い出させる、そして森の中で愛し合った姿、愛し合ったって、何言うてはんの、私が言うからおかしいんやろ、ヨコちゃんに言うてもらおう、はい、さらっとやで、森の中で愛し合った姿ちゃうの、求められてたのはこれじゃないんですか、もうやろやろ、もうやろやろ、みんな知ってるからこの歌ね、さあ、そんな美しいラブソングを青竹さんごが話すとこんなことになるんです、申し訳ございません、今日たたられないように願いながら寝ようね、うん、今日しかもラウラ兄さんも来てるし、これね、ネットで流れてるからね、お母さん見てるこういうこと、のぞみちゃんも言うとき、お父さん、ヨコちゃんもお父さんパソコン疲れへんけど、じゅんじさん見てる、で旦那さんやから、まあ、早やろ、エマ、エマ、横やりっていうのを、横やり、そうそうそう、ほら、後ろに怒ってるいつも、また私もダメなんですけどね、マネージャーにね、今日どうでした、喋り長い、そう、長い、ま、間が悪い、間が悪い、だいたい怒られて最後ね、剣山の上で正座させられるんですね、バッと挟んでね楽しなってきた、すいません、本当に楽しなるかね、ちょっと減ってね、歌うで、うん、歌行くで、行くせよ、真面目にな、こう一歩、一回ヘアップよ、俺I'm not afraid to die.
通ございます。真面目にやったらなんかちょっと恥ずかしい。何恥ずかしがってんの。本業何よ。本業本業な本業なアーティストか。かっこよく言えばアーティストか。何かリクエストないですか。そうですか。早ない。1曲500円から。今日は違います。出張やからもうちょっと乗せといてですね。500万円。なんでやねん。大阪のね、駄菓子屋のおばちゃんってね、こう例えばこのお菓子これって言ったら10円とか言わない。10万円とか万円つけるよね。つけますよね。つける。つけます。関東の方は。私つける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 。ええとこの人やけど、つけるつけるつける。そう、あとこの前知ったのが、関東は蚊に刺されるって言うんですって。関西は蚊に噛まれるって言うんです。でも正式には刺してはりますな。揚げ足取るよね、今日もね。何その勝ち誇ったような顔、私これ知ってるでみたいな、ね、あとのぞみさんよく言う、いちびる。関西弁らしいよ、これ。嘘や、うん、あとシュッとしたとかね。いちびるってなんて言うんですか。いちびるってなんて言うんですか。あ、生きてる。いや、生きてるじゃない。生きてるって、生きがってる。いや、のののの、いちびってるの方がもうちょっと可愛らしさを残した感じ。あ、使いはります。いちびる使い、ぜひ今日から使ってください。生きがっているよりもうちょっと可愛らしさの残った感じなんですけども、うん、そう、シュッとしたってね、今日ちょうどお昼ライブしてた時にMC の方、うん、男性やったんですよ。シュッとしてはったんですよ。シュッとしてはって、なんかシュッとしてはって、シュッとしてますねって言ったら、はぁ言われて。シュッとするは、なんやろな、ちょっとスマートな、なんか全体的、姿形だけじゃなくて、そうそうそう、こう、なんか洗礼されている。洗礼、洗練、洗練ね、洗練、洗練。今日も揚げ足取りで、今日も揚げ足おからにやな。さあ、さあ、お時間もですね、ちょっと過ぎてしまったので、うんうん、あれなんですけども、はい、もしですね、リクエストあったらぜひ教えていただきたいんですが、うん、もう一曲ね、うん、私たち CD から一曲お届けいたしましょう、うん、最後の女王クイーンリリオからに彼女が作った2曲をメドレーでお届けいたします。まずはこの有名な曲アロハウェイ、うん、そしてイギリスの女王様の戴冠式に訪れた時に、そのね、イギリスの女王様の美しさ、聡明さ、そういうものに感動して、女王様に送った曲と言われております。うん、クイーンズジュビリー2曲続けてお楽しみください。
に混ぜていただいて本当にありがとうございました。もうね、今日はお手伝いもできて、うん、独身ということも皆様に好評できてそうネットを通してね、そうネットを通して、はい、そうなんです、はい、ずっとですありがとうございます、まあ、ありがとうございます皆様の同情で生きてます、うん、ありがとうございます。さあそしてですね、今日はですね、はい、皆様お越しいただいて、そしてラウラ兄さん来ていただいて、うん、ラウラ兄さん、ライカイ兄さんありがとうございました。本当にね、私最初にもちろんラウラさん見た の、うん、あの大阪の、神戸の、うん、斉藤神戸、斉藤神戸というところでお見かけしてですね、一方通行ですよ、もちろん一方通行お見かけして、あのうちのボスのコウスケさんのカウラナと一緒にあのコンサートライブをした時に見せていただいて、その時から一方通行早何年やろかっていうので、うん、はい、この間ちょっと初めてお話しさせていただいて、うん、嬉しいんです、嬉しいんです。かっこいいでしょ、ライカイ兄さんです。ライカイ兄さんもうね、かっこいい男の人大好きなんでありがとうございました。今日わざわざ来ていただいて、そしてですね、あの踊っていただきました壁の間、ありがとうございました。本当に本当に最初にもこれもね、うん、あれなんですけど、最初にお会いしたのが大阪のあの阪神百貨店で、そう、私あの恥ずかしながら MC のお仕事させていただいてた時に、スペシャルゲストでお二人で来ていただいて、こんなどこの馬の骨か分かれへんのに優しかって優しかってもこれがもうありがとうございます。こうやってありがとうございます。ぜひ来てください。来たらもう大接待いたします。はい、大接待いたします、大接待いたします。ぜひ一緒に遊んでください。ありがとうございました。そしてお越しいただいた皆様本当にありがとうございました。さあラストソングはこの曲でお別れしましょうね。マウイ島に、走っております。カフルイという鉄道がね、昔旅客列車として旅客旅客列車旅客
お客様を乗せる列車のことでございますけれども、その、ね、様子が歌われてあります。ラストソングお届けいたしましょう。うちの敏腕マネージャーうちの敏腕マネージャーに最後踊ってもらう。寝てるだけじゃないんです。カムカムカム踊れるんです。みやこ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 高木みやこ。そうなんです、今日は大阪から一緒に来ております。どんなくしゃみ、なんでもいいよ。津軽海峡冬景色。嘘、何がいい、何がいい、カムカム、え、何でもいいの、うん、じゃあ中プエをボックスステップで。あ、ボックスステップ で、バンプボックスステップ、やってよ、せっかくやから。誰が予想できやねん。うん、何でもいいよ。はい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 、あかんあかん、あ、先生いてはるしね、怒られる境、うん、ほんま好きですもんね。OKOKOK ありがとうございます。花穂いただきましたので、今日は大阪から来ました青竹さんごとマネージャーの高島さゆりでございます。高木さゆりではございません。さあそれではラストソングです。あなおぽよ、
もう終わりでいいの？もう終わり？いや、よかったら家まで行きますけど、あのウクレレ持って家まで行って、なんぼでも夜中中歌いますけど、夜中中は多分あのここはダメなんで、お疲れ様でした。ありがとうございました。青竹さんでございました。なんかアンコールとかなくていいんですか？もう今のマネージャーさんの、踊りで終わり？今のアンコールですよ。あ、今のアンコールだったんですね。聞いといてな、寂しいやんか。聞いてるわ。ありがとうございます。失礼いたしました。分かってて言っとんのやん。あざす。ボケ殺ししてもたわ。失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵なね。今日はその髪がいけなかったのかな。なんかあのこのねジャケットの雰囲気とすごいこのギャップが良かったのかもしれないですけども。裏見てもらった。裏見て、はい、はい、ありがとうございます。そんなんです。あ、ご本人だ、はい、しかもあの中開けていただいてよかったら皆さん、ね、もしあの CD お買い上げ、はい、ありがとうねなんでやねん。やってしまう。やってしまう。ついもうね、あのもう時間も時間なんですけど何時ですかね、はい、そうね、大体ねそれさっきやったでしょ。ありがとうございます。もう3回4回やってます。いえいえ、そういうことでございましてですね、もう本当にもうね、歌歌い出しちゃうともう全然ガラッとキャラが変わってね、本当にもうガラッともう素敵、もう後ろで酔いしれてましたから。ほんまですか。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、なんかあの、まあ、私ら真に受けるタイプなんでありがとうございます。いや冗談ですよそんなことない、そんなことないね。ありがとうございます。いや本当にもう素敵な歌声で、青竹さんの皆さんでした。もう一度、はい、ありがとうございました。長いお時間ありがとうございました。さあさあ、そしてあの今日一部でね、活躍していただきました藤沢セリカさん、どうぞ。さあさあ、じゃあドカンとセンターに。でそこで、マイクついてないからね、マイクついてないからいいですよ、この辺で、この辺、向こう向かないと多分カメラ映んないんで、はい。でどうでした今日、セリカさん、姉さん、今日は皆さんの、パンケーキ、焼いていただいたわけですけれども、今日の出来はどのぐらいですか？まずまずかないや、ご本人にまずまずって言われるとで、どうでした？美味しかったですか？ありがとうございます。ちなみに甘いのが美味しかったか、ね、辛いのが美味しかったかっていう表を取ると、甘い派は、はい、少ない、じゃあ辛い派、はい、まあ行ってこいって感じですかね、うん、まあまあまあ、 均等的に美味しかった。選べないということです。ありがとうございます。食べてないでしょまだ。食べてない。ね、俺も食べてないんですよ。食べたいんですよ。食べたいんですけどね。あそこにパックされたものがありますから。はいはいはい。あれを狙っております。あとでね、みんなでまかない食べよう。はい、楽しみです。ビールと一緒に。ビールと一緒に、はい、はい、ビール。そうね、大体ね。そうね、大体ね。だからなんでそこなんだってすいません、すいません。とんでもないですけど、もうスイッチ切っといてください。マイクの、いやいや、マイクスイッチないんでね。あ、すいません、すいません、はい、失礼いたしました。いえいえ、でもね、本当にあのこんな皆様のおかげを持ちましてですね、こんなちょっとアットホーム的なね、こんなもたまにはいいかななんて。どうですかお客さん、どうですか、うん、あれ帰ろうか寂しいね、寂しいね。まあね、ちょいちょいまた、青竹さんごさんもライブもね、はい、やられるんですよね。はい、うん、どこえサザン？いや、俺じゃないからメインは今日はい、おぉ、じゃあなん…な…いや、多分できないですよ。できないでしょ。いや、無理です、無理ですね。じゃあ、いいですよ、もう打ち合わせやりたいわ、やりたいねんけど、うん、あの今日お休みなんです。そう、お休みなんだよね。そうなんです。エテストお休みなんで。いや、でも練習しときます。はい、わかりました。じゃあ、あの、頭だけいきますか。 D もらっていいですか。それはですね、津波って知ってます？知ってます？あ、津波、ね、見てるの？いや、俺は何なんだろう、今日は。はい、で、D だから、あ、わかりました、はい。適当に、あの、頭だけじゃ、津波です。
風に止まっと弱気な僕通り過ぎるあの日の影本当は見た目以上涙もろいなんかないのかな過去がまだやる冷や水よ血清の燃ゆる魔性の火よあんなに月の一人出会う夏は二度とない。はい、ありがとうございました。本当に申し訳ございません。何の打ち合わせもなくね、まあまあ皆さんよく弾いていただいてありがとうございます。本当に助けてもらってね、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、俺のコーナーじゃないんですよ。いや、このコーナーぜひ一つ、一つ一つ、ありがとうございます。まあちょっともう、いいんです、もうどうでもいいです。じゃもう一度、いや聞いてなくていいんですか。はい、主役をじゃあもう一度改めてご紹介して、本当に今日はありがとうございました。そういうことでまた藤沢セリカさんもね、青竹さんのさんもどっかのこうね、ブラウン管で見る場面がね、ドラム管、ドラム管じゃねえよブラウン管、今そこは横やり、今ブラウン管もないんですから、今閉めてんだから、もう横やりか横やり、失礼いたしました。すいません申し訳ございません。本当に本当にマイク切ってくださいマイク切ってくださいで、そういうことでもう本当にブラウン管でね、ブラウン管、ドラム管違う、分かんなくなっちゃうから、ね、でブラウン管、それからラジオね、とうとうで皆さんにまたお会いできる機会もあるかと思いますんで、私もちょいちょいテレビに出てますんで見ていただければね、サザン小沢さんもう、いやそこはええや、そこで突っ込まれたらあかんやみたいな、ね、マイクが切れてたもんですいません、はい、うん、そういうことで、今日本当に皆様ありがとうございました、ね、もう一度青竹さんのさんと藤沢セリカさんです。ありがとうございました。またお会いしましょう。こっちか、あこっちだ。